韓国三大河川と総橋川水系の比較地図。総橋川の水系図中、極、橋川、無限川の日本は国家河川、火山川は地方河川。総橋川は中西南道北部に位置し、工場群長せめガラス、生産性斜面に橋を発して北流しながら、冷凍平野を貫流し、火山湾に流れ込む河川である。冷凍平野の半ばである冷山群。 新岩面新州里では、中世南道中部の青葉群過剰面山邸里,里に、ある白ヶ山北側の渓谷に橋を発し、平野部に出たことで蛇行しながら北流してくる、無限川と合流し、川口付近では大峰山に橋を発して、清流してくる支流の一つである、極橋川と合流し、川口ではさらに、安城川と合流する。長さは6 1トル。 流域面積は1619平方キロメートルである。流域形状は平行型流域である。広い平野と日型を要しながらも十分な農業用水を確保することができず、日照り水害をしばしば経験してきたこの地域唯一の水源である佐市橋川だったが、1979年に長さ3.4キロメートルの防潮堤が河口に建設されたことで、 塩害が防止されるとともに、巨大な人造湖である差し橋湖が形成され、貯水量が8,400万トンにも達する膨大な、灌外水源が確保されることになった。総橋川流域には、徳山道立公園、徳山温泉、道高温泉、秋篠小宅、冷凍貯水池、総共防潮堤などの観光資源が豊富で、重要な国民観光地として開発されている。 ABCDEFG 金本職、韓国、全世界の河川辞典、P603、2013、無限側、ダウム百科、株式会社カカオ、2019年5月14日閲覧、AB、オンライン、韓国民族文化大百科辞典、韓国学中央研究院、2019年5月14日閲覧、イジェス、ソウル、2018年、第2版、 70ページ。ISBN 9兆7889億8225万2914。この記述には、ダウムから GFDL または CCSA で公開される百科辞典、グローバル世界大百科辞典をもとに作成した内容が含まれています。ありがとうございます。